ちょっと座って、話しさせていただきます。一応画面にですね出てくるものを、追いかけながらやりたいと思いますが、今日のお話の基本的なところはですね、フランスと日本はすごく 近づいてきた、でしかも悪い意味でという思いをですね皆さんにちょっとお伝えできるかなと思います。それでタイトルが「ヨーロッパ、フランス、そして日本」とありまして、その副題として2つの幻想をめぐって、一応こういう形でやりました。でどういう幻想があるかというと、まず1つはですねヨーロッパについてです。 EU ユーロ体制は平和、経済成長、繁栄、さらなる民主主義を作り出すものであるという幻想です。これはですね、92年にフランスで、マストリッチ条約の批准のための批准に向けてのですね、国民投票をやりました。でこの時に多くの政治家がこういうことを言ってたんです。つまり、平和を支えるものであり、経済成長、それから、失業は当然、減っていく、そして官僚制は減ってですね、民主主義がさらに強くなるということを言ってました。まあ、時間があればもう少し実際のその、引用をしてみたいなと思いますが、そうやってメディアがもう全般的に、ヨーロッパを叩いたんですね。でところが、投票にしてみるとどうなるかというと、ほとんど 51%、49% の僅差でようやく承認される、そういう国民投票の結果が出たんです。ですから圧倒的なそのヨーロッパ、EU が、批准される方向に、結果として出るだろうというふうな思いを持ってた人がたくさんいるみたいですけども、実際上げてみるとですね本当に僅差だったんですね。でその背景にあるのはなぜかというと、1970年代までは戦後の30年の間、いわゆる復興景気ですね、失業というのは全く死後に近い、そういう状態だったんです。それが73年の石油、オイルショックを契機にですね少しずつ様子が変わってきて、90年代に入ってくると、かなり失業問題というのが大きな問題になっていたんですね。ですからその時に90年代のちょうど後半ですけども、例えば、アンケート調査をやるとですね、20% の人は将来は明るいというふうに考えている。でところが残りの 80% は不安感、あるいは恐怖、それから一種の反抗心ですね、こんな状況ではやってられないという、そういう回答が出るようになってます。ですから70年代から90年代の間に、政治的あるいは経済的状況が大きく変わってきたんですね。で92年のヨーロッパ、EU に向けてのですね、マストリッチ条約の、批准に関する国民投票では、ですからメディアあるいは政治家たちは全般的にもう圧倒的な物量でですね EU をこう支える、 EU があって初めてフランスは生き延びるんだというような感じのことを言ってたんですね。でところが実際出てみるとそういう反応ではなかったというのがあります。でこれはもう一つですね、2005年になってくると今度は現在に至る EU のその条約に関する国民投票というのがフランスで行われました。2005年です。でこれはですね、55% 対45% で否決されてます。つまり92年から2005年までの間、13年の間に状況はさらに悪化してたんですね。ですから EU をこのまま続けるというのは我々の生活がもう台無しになっていくという思いを持った人たちがそれだけ多くなっていたと、そういう状況なんです。にもかかわらず、政府の方はですね、その2年後にですね、いわゆるリスボン条約という、その批准、国民投票で否決された内容をですね、議会を通して、いわゆる国際条約として認めていくということになるんです。でこの間で、いわゆるその政治指導者と一般の人たちの間のその意見の対立、あるいはスタンスの違いっていうのが非常にはっきり出たんですね。つまり民主的な国民投票で出た結果を
無視してある方向に進んでいくというそういう流れがフランスの中で非常にはっきり出たんです。でこの流れは今でも続いてます。ただ社会的状況、政治的状況はさらに悪化してきてますので、内側でのこの亀裂あるいはあの葛藤ですね、これはもう非常に、激しい深いものになってきてます。ですからヨーロッパ EU は、平和と経済成長を反映、さらに民主主義を推し進めていくという幻想の中にまだいるということが言えます。でこれがあの一応ヨーロッパですね。それでもう一つ日本についてですが、日本はですね、皆さんご存知のように20年前からデフレ状態です。これは1997年に橋本政権がすで、にバブルが崩壊した状況で非常に不安定な経済状況の中でですね、消費税を 3% から 5% に上げます。それから財政出動を控える、いわゆる緊縮財政を、方針として採用したんですね。そうするともう、あっという間にデフレに入っていきます。つまり、ある意味では、バブルの時の過熱をですね、まだ感じていた政治家たちがやっぱり過熱させるのはまずいよねというような雰囲気があったのかもしれませんが、消費税を上げること、それから緊縮財政をですね、政府の方針にすることによってもうガクンと、デフレの方に入っています。でこれが契機になって日本ではですね、いろんなあの企業が倒産します。その後20年間ずっとデフレが続いているんです。でなぜデフレが続いて今日の政策を20年間取り続けているかというと、もう一つ日本の中には一つの幻想があるんです。それ皆さんいろんなメディアで、聞いていると思いますが、ここに書いてあるとか日本の場合はですね、住民1人当たり800万円以上の借金が現在あってですね、緊縮財政、消費増税をしなければ日本は破産してしまうというものなんです。これも一つ大きな幻想なんです。でなぜかというと、これはですね、日本銀行っていうその円を支えている銀行が その借金をちゃんと買っていくという形にすれば全く問題ないんです。どうしてじゃあどういう時に問題が起こるかというと、国の外から借金している時にこれは問題なんです。つまり借金取りが外にいるわけですね。ところが日本の借金というのは日本の中に借金がいて、借金取りがいて、でそれが政府とつるんでるわけです、ね、そうすると借金があっても取り立てはしないというそういう状況にあります。で円をボンボン吸っていけばですね、通貨も出回るという状況にあるんですが、それを理解しようとしないメディアがいるんですね。でしかもそれを情報として出さないようにする、そういう流れが日本の中にあるわけです。そうするとですね、緊縮財政は必要だし、消費増税はその関係で必要だとすれば、政府の政策はどうなるかというと、どん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 予算を削っていくわけです。で皆さんご存知のように、日本の国立大学なんかはですね、予算がここ15年ぐらい、どんどん減らされてます。でこれは教育力、それから研究力ですね、技術開発を含めたそういう能力がどん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 落ちていくということを表しているんです。ですから簡単に緊縮財政、それからそれを支えるために増税をしなきゃいけないということが基本的な合意としてあるとですね、もう首を真綿に締められるような形でどんどんおかしくなってくる。それで20年間ずっとデフレがついているということになります。でそのデフレに関しては、橋本政権が1997年に消費増税とですね、それから緊縮財政をやります。でその後どういう形でかというと、小泉政権になってくるとですね、今度は派遣就労のその分野をどん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 広げていくということになります。で派遣就労というのは皆さんご存知のように首切りがやりやすい、そういう形の法制度を広げていくわけですね。でそうすると困るのは誰かというと働いている人なんです。いつ首切られるか分からない、そうすると将来の設計もできない。で喜ぶのは誰かというと大企業です。で安い労働力を供給してくれるシステムとして派遣就労は非常に美味しい、そういう制度なんですね。
ということは明らかに一般の人たちに利するような形の制度ではない方向へどん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 動いてきているということがあります。それで日本のに住んでる人たちのその貧困化っていうのがですね、デフレの中でどん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 進んでいくということになります。それからその後ですね、こういう政治では困るよっていうので政権交代が起こりました。ただポイントは民主党政権がやったのは、この緊縮財政をですね、さらに悪化するようなそういう方向性なんです。どういうのかと言いますと、菅、首相の時にいわゆるプライマリーバランスっていうのを政府の方針にその正式に入れるんですね。そうすると非常に目先の借金を常に返さなきゃいけないっていうのが脅迫関連という形で出てきて、そうすると財政はどん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 縮小していくのはいいんだということがありました。皆さんちょっとテレビなんかでご覧になったことを覚えてるかもしれませんが、いろんな研究予算とか何かを削っていくテレビでも放映された場面は覚えているのではないかなと思いますがね。とにかく予算を削る、それが善であるというふうに思いたんですね。でその後今安倍内閣になってますが、2014年にさらに消費税をですね 5% から 8% 上がりました。あとその前からちょっと良くなっていた景気がですね、もう、あっという間にまたデフレに戻ってしまいます。つまり増税はですね、経済を支える役には立たないんだということははっきりしてるんですね。でじゃあ何が支えるものになるかというと、いわゆる景気を裏向けするためには公共事業、いわゆる公共投資ですね、それを政府がやると、いわゆるケインズ型の政策をやる必要があるんです。でそれが今流行らない、という状況になります。ですから、やるべき方向とは全く逆のことがずっと変わってきているということがあります。でその中で、雇用は不安定化し、将来へ の, その設計が立てられないような、そういう貧困化のスパイラルの中に入ってきているというのがあるんですね。で実はヨーロッパも同じスパイラルに入っています。でヨーロッパの場合緊縮政策がどこから来るかというと、ことにユーロからです。ユーロ圏に入っているところが財政赤字が 3% 以下じゃないといけないという一応ルールがあるんですね。で、まあ、具体的にはもうちょっとこうその、お前こぼしの部分はありますが、とにかく財政を緊縮の方向に向かってやっていかなきゃいけないという形で動いています。ですから緊縮あって初めて将来があるんだという流れは日本もヨーロッパも全く同じということが言えるんですね。で、そういう意味で見てくるとフランスも日本も何か似てきたなというのには、それなりに、合理性を持った、説明ができるということになります。さあ、それでちょっとヨーロッパの方をご覧いただきたいんですが、現在ユーロゾーン、ユーロ圏というのはですね、19の国で、作られています。でここにある地図ですが、濃い青、それからちょっと薄い青のところが EU に入っている、さらにはユーロにも入っているというところなんですね。今は一応28カ国ですね、確かに。でイギリスが出ようとしてますから、出れば27カ国になるということになります。それが入った時期っていうのは、まあ、西側の方が1999年に入って、以前に入っていて、東側の方にそれよりも遅れて入ってきた地域があります。例えば一番新しいのでは2015年のですね、これは、リチュアニアですね、こういうところがあります。でフィンランドなんかを早く、もういち早く EU に入ってますが、これはいわゆるロシアとの関係がありますから、できるだけ EU の中に組み込まれていく度合いをですね、高めたいというのがあったですね。こういう状態です。で、EU の問題は、さっきも言いましたように、緊縮財政も、ことのユーロ圏の中では、緊縮財政を強いられるんですが、もう一つ問題は、ルールを一般化しようという方向で来てますので、そうすると、それぞれの国が持っている独自性ですね、文化的な背景、歴史的な背景、
いわゆる社会の在り方としてですね、決定事項に優先順位をつけなきゃいけないときに、その国によって優先順位が違うんですね。だからそれぞれの性格があるいは体質によって合う薬であったり合う食事であったりというのがありますが、そういう微調整をちゃんとやっていくことによって自分の、まあ、体であったり健康であったりをですね支えていくということがあります。これは国でも全く同じです。体質が違うんです。どちらかというとヨーロッパの場合南の方というのは皆さん割合楽天的でちょっと遊びも必要だよねという雰囲気がありますが、北の方はもう少し真面目ですね。仕事に打ち込む。そうすると実際に打ち込めばですね、全体としては効率がすごく高くなると。そういう国の、性格の違いがあります。で、これをですね、それなりに、見ていこうとすると、皆さんのご存知のエマニュエル・トントの、ちょっとお待ちくださいね。エマニュエル・トントの家族構造の分布図があります。これを覚えている方いらっしゃると思いますが、これは1980年代の国境線なんです。ですからちょっとご覧ください。 URSS と書いてあるこのソビエト、ね、これはまだソビエトのままなんですが、この中に今だとウクライナとかベラルーシとかいろんな、あとそれからバルト三国ですね、そういうのが入っています。それからユーゴスラビアのところにコソボであったりセルビアであったりスロベニアであったりクロアチアとかそういうのが入ってくるわけですけども、覚えてらっしゃると思いますが、これで西側の方っていうのは、別居型の国が割合多い、東側の方は同居型の国が多かったということです。で、別居型っていうのは財産を受け取った子供でも親とは同居しないっていう、そういう伝統もう数百年前からですね、そういう伝統を持ってる地域です。で、それに対して同級型っていうのは財産の相続を受ける子どもは親と同居していくということになります。そうするとそのメンタリティとすれば別居型の方は割合自由な動きをこう、承認するような方向に行きますし、同級型の方っていうのは、まあ、みんなでしっかり頑張んなきゃね、ね、一人だけわがままにしちゃダメだよっていう雰囲気になります。そうすると集団的な行動としてですね、効率が高くなるのは東側の方です。で、その境目がどこにあるかというとですね、ちょっとご覧ください。ですね、ここにあります、見えますかね、青い感じのところっていうのが、ここにもありますね。これはルーマニア、これはポーランド。それからこの南側、イタリアの南側、それからスペインの真ん中から南の方、ポルトガルもそうですね。この辺はですね、ちょうどパリ盆地の、平等主義核家族という構造を持った地域ですが、ここはまず一つ、言えることは別居なところです。ですから割合自由な発想、自由な動きをしやすい、土壌を持っていると。それからもう一つはですね、この黄緑ですね。ここがやっぱり別居型のところでですね、これはデンマーク、それからオランダの海岸線の方、それからイギリスでもイングランドですね、スコットランドは、ちょっと違います、アイルランドも違います、それからブルターニュのこの辺、こういうところっていうのは割合、別居型ですので自由を愛するというところです。で、それに対して緑の濃いところですね、ドイツとかこの辺り、それからスカンディナビア全体がそうですし、フランスでも、この辺りですね、それからスペインの北の方、今カタロニアが独立したいというふうに言ってますが、これは平等主義核家族とは違う、そういう自分たちでやっていきたいと、自分たちだけでね、やっていきたいという、そういうところが強い、メンタリティを持っています。で、こういうのがあります。で、それに対してこの赤いところですね、これはいわゆる共同体型っていって、もともとは共産主義体制に、ある程度こう、同調しやすい、そういう家族構造を持っています。どういうのかといいますと、同居型プラス子どもたち全員がですね、大きな家族を作って同居すると。ですから財産は平等に分けるっていうところなんです。
とイタリアの中部なんかそうですが、僕はイタリア共産党がすごく強かったというのはその背景を持っているということですし、フランスでもこの辺りの共産党がすごく強い支持基盤としていたところなんですね。さあ、これだけ多様性がある、ヨーロッパをですね、EU という形で一つのルールで縛ろうというのがこの EU であり、しかもユーロ、というそのプロジェクトなんですね。で、これにはやっぱり無理があるだろうというのは普通に考えて理解できると思いますが、その矛盾ですね。でもやっぱり突っ走っていくと。EU っていうのは平和、それから繁栄、そしてみんなの国際的な助け合いを、支えるそういう枠なんだというその幻想がありますから、とにかく突っ走っていこうという形です。で、フランスでは2005年にそういう動きに対してですね、国民投票として反対票が 55% になったにもかかわらず、その時の対象になった条約と全く同様の内容の条約が数年後にリスボン条約という形で承認されています。ですから政治指導者とあるいはメディアですね、主要なメディアと政治指導者と一般の人たちの間にですね、非常に大きな亀裂があるということがあります。さあ、それでですね、もう少しいきますが、で、今のユーロ、EU のことを考えると、ついこの間、イギリスでですね、EU 離脱するかしないかをかけた国民投票というのが行われました。で、実際はですね、52% と 48% ぐらいで離脱を決めたんですね。で、これがその時の投票行動の一応地域ごとに分けたやつですが、茶色っぽいところっていうのは、これは残留派です。残留派。残留派はですね、イギリスの場合どこに多いかというと、ちょっとこれ出にくいんですが、スコットランドがまず残留派です。スコットランド。あれ、どうした？それに対してイングランドは離脱派なんですね。離脱派です。で、先ほど見たちょっとこれご覧ください。イングランドの家族構造ですでに、スコットランドとは違うんですね。そういうその違いがまず非常に深いものとしてあると同時に、イングランドがスコットランドを支配するという構造になってましたから、その支配から逃れるために EU とくっついていきたいというそういう動きとして、あるということは言えます。それからちょっと余談ですかね、このドイツのここ見てください。ドイツとは大体これは日本と同じなんです。日本型の家族構造なんですが、ここはパリ盆地と同じ色になってます。で、これはどこかというと、いわゆるかつてローマが支配した地域です。場所ではトリアとかですね、そういう地域です。で、皆さん、マルクスっていうのはここで生まれて育ったんです。つまりドイツっていう集団主義的な社会の中でも、個人主義的なところが強い地域で生まれていると、生まれ育ったというのは彼のその後のですね、経歴とは無関係ではないということになるような気がしてます。それから例えばスコットランドであればラフカリオ・ハン、彼はスコットランド出身ですが、これは家族構造的には日本と同じ家族構造なんですね。で、島国ですから、彼はドラマ島国をこう渡り歩くのが好きだったわけですし、最終的には日本に来て関心についたというのがあります。やっぱりどこかに共通点、共鳴するものを持ってたというのが、いうことは言えるような気がします。さあ、それで、スコットランドですが、ちょっと今、うまく出せないんですけども、これでいきますと、スコットランド全体は、大体、残留派です。EU 残留派。それに対して、離脱派っていうのはイングランドなんですね。それちょっと注目していただきたいのは、イングランドでも、イングランドでも、こうやってちょっと茶色っぽいところがあります。EU に残りたいなというところですね。それはどこかというと、お金持ちが住んでる場所です、単純によって。今のシステムで、今いい境遇を享受できていると、そういうところなんです。
お宅はどこかというとまずロンドンです。首都ですからね。富と権力が集中している場所です。それからその地域、それに近い部分の割合豊かな地域になります。それからですね、この辺をちょっとご覧ください。例えば旅行で有名な食べ物はコツウォルというところですが、非常にこう、今行くと庭園風景が残ってですね、非常にいいところなんですが、やっぱり豊かなんですよ。こういうところが残留派なんですね。それに対して、いわゆる工業化で、ある段階まで栄えした地域、今のシステムで脱工業化の中で、見捨てられた地域はですね、離脱派が圧倒的に多いということがあります。それから、ここをちょっと見てください。で全体としては 52% が離脱賛成なんです。それに対して、ここのロンドンはですね、60% です。60% が残留です。で、ここはね、ケンブリッジ。ここは大学受験ありますですから、70% が残留。ね。あと、この辺、オークション。ここも 70% です。つまり、今のシステムで、おいしい汁を、おいしい思いをしている人たちは、EU に残りたいんです。で、ただ、今のシステムから見捨てられた人たち、それが離脱を求めるということになります。ですから、政治指導者と一般の人たちの間の温度差というのはイギリスにもあるんですね。で、皆さんご存知のように、離脱を決めて、今、離脱へ向けての交渉が進められていますが、どういうことが起こっているかというと、政治家の多くは残留派なんです、議員がね。で、議員の中で、離脱派というのは少数派なんですね。そうするとさっき言いましたが、2005年にフランスで、離脱、ヨーロッパ憲法条約を拒否した、そういう国民投票の結果を無視して、議会、あるいは政治家がですね、それを別の形でリスボン条約として承認していくということが起こりましたが、それに似たようなことが今、起こりつつあります。で、どういうふうになるかまだ開けてみないと分かりませんが、フランスで起こったのは同じような動きがイギリスでも今起こっていると。で、それは支配する指導者側と政治家側とですね、一般の人たちの温度差、その違いとして現れています。で、あとアイルランドをちょっとご覧ください。ここは離脱派です。ここは残留派。これは非常に単純で、どういうことかというと、今EU の中に入ってもらうから、この国境というのは意味を持たない状態になったんですね。ですから、この辺はもう、の人たちは行ったり来たりしている生活をしているわけです。で、ここが離脱されると、その生活が維持できなくなっちゃうということもあって、残留を求めるという流れがありますが、そういう国境地域とは違うところというのは、やはり離脱を求めるということがはっきり出ます。ただ、ベルファーストって、ここのいわゆる最も中心的な都市ですね。ここはやっぱり残留化です。つまり、最も富が集まっているというところですね。それから、これ、ちょっと出てきませんが、やっぱり、イングランドは押しなめて、離脱派なんですが、その中の残留派というのは、豊かな町、それから恵まれた地域、ということになります。今出てきてますので、もうちょっと北へ行くとヨークって街があります。これはバラ戦争であったヨークとランカスターってありましたね。ヨークは、ローマ時代からある古い街ですので、そこなんかはやっぱり残留派ですね。大学町でもありますし、で、これでですね、この国民投票が行われるにあたって、もちろんみんな離脱派と残留派はメディアを通して、いろんな形でもこう、選挙戦みたいなことをやったんです。で、その時にどういうことが行われるかというと、 EU の当局者あるいはアメリカ大統領なんかはですね、離脱すると大変だよ、イギリスの経済はもう崩壊だよということをもうバンバン言ったんです。で、実際上げてみるとどうなるかというと、これがその形なんですが、これはですね、パーチェシングマネージャーズインデックスって言って、
これは会社 の、 そのいろんなものを買う部署にいる人たち の、 あのなんて言いますか、アンケートだそうです。でこれで、景気がどうなっているかということがかなり見えてくると。でこれはですね、イタリアは2016年5月ですので、EU 離脱かどうかという国民投票というのはこの2016年の6月23日に行われます。で6月23日で離脱ってことになったら、まさにこうやって景気が感覚がですね、上向きになっているということが実際に出ています。でですからそうするとオバマ大統領とかですね、 EU のその、幹部ですねが、離脱を決めると大変なことになるよと言ったのとは全く、反対の事態が展開しているということです。こういうのはプロジェクトフィアと言います。恐怖プロパガンダですね。ですからEU の中にいかにとどめるその対応をですね、投票行動として引き出すかということで展開されたものですが、そういう大きな選挙戦、メディア作戦、メディア戦略にもかかわらず、一応離脱をイギリスの市民が決めたということになります。さあこれは皆さんご存知だと思いますが、右側の女性はテレザ・メイですね、今が首相です。でキャメロン首相がこの国民投票を決めて、それで出てきた結果を見てですね、速やかに退陣しています。でその後を受けて離脱を向けて の、 交渉を含めた、責任を負っているのがこのメイ首相なんですね。でところがこのメイ首相はちょっと腰が引けちゃってるという状況ですが、これさっき見ましたようにフランスであったような、国民投票の、結果がですね、尊重されないという民主主義的に考えると非常にまずい状況が生まれていると。でこの左側の人はですね、この人はジェイコブ・リース・ボグという人なんです。で今皆さんイギリスのですね、 YouTube なんかちょっと見るとしょっちゅう出てくる人なんです。この人は離脱派の非常にこう、口の立つ政治家ですね。この2人の対立みたいなやつです。で2人の対立というのはイギリスの場合はトーリー党と労働党というのがありますが、この対立ではないんです。離脱派と残留派の対立になっているんですね。でこの2人、写真に出てこの2人はこれはトーリー党の議員なんです。ですから一つの党の中で分かれている。で労働党の中でも分かれているんですが、ジェレミー・コービンという労働党の今党首はですね、どっちかというと残留派なんですね。そういう状況になっています。さあそれで、ですから EU がいかにですね、大きな問題状況を生み出しているか、でしかもそのことによってそれぞれの国でですね、反応が出てきている。その一つがこの EU 離脱を決めたその状況ですが、今度はですね、これはどこのかというとドイツです。ドイツは皆さんご存知のように、ついこの間、去年行われた総選挙ではですね、こういう結果になっています。基本的に何が特徴としているかというと、この部分、AfD、アルテナティブ・フィオ・ドイツランドというんですが、これはですね、いわゆる極右政党、反EU政党という形で非常にこう批判を受けていたところなんですが、そこが一気に90何議席取っています。でイギリスのドイツはですね、完全比例代表制というのを取っています。でただ5% 状況というのがあって、 5% 以上取らないと議席は一つも取れないよってやつなんですね。これはナチスの経験があって、極右であったり極左であったりが台頭してくるその契機をですね、なるべく、目の内にこう摘み取っておきたいと、そういう思いから出てきた制度だというふうに言えると思うんですが、ですから この政党はですね、 5% を超えることは今までなかったんです。ところが今これで 12% ぐらい取りましたので、あっという間に96席ぐらいですかね、というふうになったんです。でそれまで連立を組んでたこの政党より、これはマイケルの政党ですし、あとこれは社会民主党ですね、この2つが連立を組んでたんですが、こちらの方は60議席、63議席
減らしてますし、こちらは40議席減らしてる。これはどこに問題があるかというと、やっぱり EU の中にあって、行われている経済政策だったり社会政策というのはですね、ミスマッチを起こしてきている。だから切り捨てられる人たちがどん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 出てきているということの、反応なんですね。それで、この人は、社会民主党の、マーティン・クルツという、シュルツという人なんですね。で、これはヨーロッパ議会の議長をやっている人ですが、その他に、ちょっといませんが、アンケル、首相もいて、ここにはですね、何か書いてありますが、よく、しかも、喜んで住めるドイツのためにというのが書いてありました。さあ、それで、今度はですね、オーストリアです。これは、去年の10月に行われた選挙の結果なんですが、基本的に何がポイントかというと、この部分ですね、ここはいわゆる極右政党と言われて、国民党っていうか、いや、自由党ですね。自由党です。で、これは国民党と言われている。言われたところで、国民党は主なんですが、この自由党が非常に投票を伸ばしたと。で、この2つが連立を組んで今政府を作っているということです。で、これもやっぱり EU のもたらしのですね、矛盾がこういう形で出てきているということです。で、具体的にどういう人がいるかというと、この人ですね、左側がこの人は国民党の、まあ、今党首、31歳くらいですから、すごく若いんです。で、この人は、シュパークとかっていうんですが、これは自由党の人です。で、これはね、どういうことが言われているかというと、イスラムはオーストラリア、